日本共産党の二比総平でございます、えー、控訴事項の延長特例に関して、えー、先週金曜日の本会議代表質問で、えー、私が本法案によっても、被害をようやく認識して、えー、捜査機関に相談した時点で、控訴事項が成立しているという事態が起こるのではありませんかと質問したのに対して、えー、大臣は、 ご指摘のような事態が生じないとは言えませんとお、お認めに、えー、なっておられます、あのこの問題にも関わるんですがあ、午前中の参考人質疑で、えー、武蔵野大学の小西先生が、あの参考人としてです、ねあの、法律がモデルとしてきた被害者像は現実とかけ離れていると。 あの厳しく指摘をされた、あそのことは、この改正案にも刺さってると思うんですよね。特に、控訴事項に関わってえ、PTSD 診断の平均持続期間が110か月を超えているというこの知見というのは、あの私は重く受け止めるべきだと思います。PTSD と診断され続ける平均の期間だけでも10年になると。 となるとあの、もちろん個々の被害者によって、さまざまなあの状況があるわけですからあ、本会議で私がご紹介をした、あスプリングの2020年実態調査にいう、挿入を伴う本来重大な性被害を被害と認識するのに、26年以上かかったという方が35人、31年以上かかったという方も19人ある。 あるいは被害の記憶そのものを長期にわたって喪失しておられた被害者もいらっしゃると、あのこれが性被害の人格に対する深刻なあのダメージ、侵襲の重さなんだというところに立って、不足議員で修正をされましたけれども、20条2項にいう性的な被害を申告することの困難さと。 いうこの問題をですね、ちゃんと捉えていく必要があると思うんですね。あのそこで大臣にこの性被害とりわけ幼少期思春期の性的加害が被害者の人格にどんな負の影響を与えると、法務省としては認識しておられるんでしょうか。斉藤法務大臣。あの大事なご指摘だと思います。あの性犯罪につきましては一般にその性質上 被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して、類型的に被害が潜在化しやすいというまあ特性がございますで。本法律案の立案に先立って行われました、あ性犯罪に関する刑事法検討会や、法制審議会の部会におきましては、まあ、性犯罪の被害者心理や精神医学についての知見を有する有識者が委員として参画したほか、 若年時に被害に遭った性犯罪の被害当事者の方や、性犯罪被害者に関する知見を有する専門家等からヒアリングを実施したものと聞いています。そしてご指摘の幼少期等における性犯罪の被害の特性といたしまして、反復的、長期的な被害の影響で、乖離が生じ、被害についての記憶が失われる。 犯罪にあった場合も、それを性犯罪の被害と認識することができない、えー、PTSD を発症し、その症状が重いため、被害について話すことができないといった点があり、それらが原因で被害を外部に表出することができなかったり、表出するのに時間を要する場合が多いといったご指摘がされているものと承知をいたしております仁比宗平君。 あの午前中も申し上げたんですけれども、6年前の法改正のときにあの、山本淳さん公認があのこの場で、えーえー、お話をされた、あの今あその、そうした突きつけられてきた認識がです、ねえー、法の趣旨として、大臣の答弁として語られるようになったと、あのこの6年間の間の覚醒の感を私はあの本当に深く感じるんです。 であのなんだけども、大臣も今の答弁、そういう指摘がされているという、法務省自らが調査をし、実態として整理をしてきているものではない、あの専門家がそういう指摘をしてきているとあの、もちろん法制審の場でされてるんですから、大変重いものなんですよ、なんだけども、そういう指摘がされてきているということがオーソライズされつつあるというのが、まだ今の今日の状況だと思うんですよね。 あの午前中小西参考人はその PTSD というお話と合わせて急性期返離反応というお話もされました。感情感覚が麻痺してしまう、理人感、非現実感、その神経発達の混乱のために、その後さまざまな社会的障害、例えば認知が。 ああ少し他の人とずれていったり、情緒面で落ち着かなくなっていったりと、そのことがさらに社会的な不適応を生ずることになって、健康を害する、例えばお酒をすごく飲むとか、自傷に及ぶとか、性的な逸脱が出てくるなどの問題行動を経て、え病気の状態になり、さらに不適応が深まってしまう、最終的に早くなくなるなどの,です、ね、あのアメリカにおける、 大規模な調査によって得られた知見をあるいは、さまざまなそうした虐待を受けると、脳の一部が萎縮をしてしまうということ、そもそも人の脳の成熟っていうのは、生後20年以上、研究によっては25年以上かかって実っていくと、こうした知見が科学的に明らかになってきているわけですよね。 ですからこれを専門家の方から伺って、そうですねというだけじゃなくて、こうした観点を持って、政府が私はしっかり実態を調査するということが必要だし、不足20条の2項が求めている必要な調査というのは、そういうものでなければならないと思うんですが、大臣、いかがですか。斉藤法務大臣 本法律案ではあの、今ご指摘のように、衆議院における、えー、ご審議の結果不足が修正されて、政府において施行5年を経過した場合に施策の在り方について検討を加えること、より実証的な検討となるよう、性的被害の深刻の困難さ等について、必要な調査を行うことが定められると。 したわけでありますで我々といたしましては、こうしたご審議の結果を踏まえて、本法律案が成立した場合には、ご指摘の実態調査の方法や範囲などについてもです、ね、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいというふうに考えているところであります仁比三平君あの。衆議院や、あるいは本会議での答弁から、ちょっとだけ踏み込まれて、あの方法や範囲という,こう調査のです、ねえー、方向性、 についてご答弁になったことは大事なことだと受け止めたいと思うんですけれども、あのそのことに関わって、えー、本会議でもご紹介した NHK が、えー、昨年の3月うから行ったあの被害実態調査について、えー、主要なあの3枚だけあの、手元の皆さんにお配りいたしました。あのこれわずか1月半で3万千 83件もの方々が、そしてその多くの方々が初めて、えー、回答しますと、えー、そういうふうにお答えになって、えー、なされたものということで、とても大事な調査だと思うんですね、被害に遭ったときの年齢は、10代が54.3%、10歳未満が20.3%で、えーまあ、20歳までの間に74.6%の方々が被害に遭っている。 平均でも15.1歳と、まあ、こうした中で、えー、たくさんの声がここに寄せられてますから、あの定性的な意味での被害者調査、エピソードの調査という意味でも、まあ、極めて画期的といいますかねあの、とても大切なものなんだと思うんですけれども、あのこうした大規模な国民的な調査っていうのを、これまだ法務省として行ってこられたことはないと思うんですが、いかがですか。 法務省松下刑事局長あのご指摘のような、そのいわゆるその国民に向けて、こういったことについて、直接お尋ねするような調査というのは行っていないと承知しております三総平君これまで私も求めてきましたけれども、えーと、検察がです、ね、不起訴にする事案の中に、さまざまなあの今申し上げているような状況もあって、不起訴になっているという事案もあるのではないですかという調査を求めてきましたが、これは刑事局長、 どんな成果を上げてるんですか。あ総平君不起訴事案についての集積と、その一定の分析をしてえ、この間の検討会などで述べておられると思うんですが、いかがですか松下局長。 ご指摘の点につきましては、えーと、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、えー、ご指摘のようなことに実態調査に関連する調査の結果を収集したり、えー、被害当事者の方からヒアリングを実施するなどしたものでございまして、そういったことを踏まえて、まあ、本法案の,その、えー、法律案の設 作成に至ったという,ふうに理解しております平君今日時間がありませんから、あの詳しくはあのそうした調査を皆さん、当たっていただければと思いますけれども、つまり不起訴事案の調査については、一定されてないわけじゃない、検証はされてるということが、この6年間の間に行われたんですが、結局、アメリカが先ほどご紹介したような大規模な国民的な調査っていうのは、日本社会で行われたことがないんですよ。 そこに著しい暴行、あの脅迫が必要だとか、あの皇居不能にならなきゃだめだとかいうみたいな、まあ、身勝手な規範ですね、これが被害者を苦しめるという状況になってきてで、それが社会の中に一定沈殿してるっていいますか、規範化されちゃってるっていうところを、私、打ち破っていかないと、性犯罪の被害者があの正当にその被害を回復していくということはできないんじゃないか。 だからこそ、控訴事項の期間はもっと延長しなきゃいけないんじゃないかと、あのドイツではです、ね、えー、そうした被害調査が行われて、えー、控訴事項はあの30歳でしたかまで、えー、動かないというふうになっているんですが、あのそのことについての認識を法務省に伺うと、あのえー、ドイツ法がそうなっているということは認識していますと。 いうご答弁にどうやらとどまりそうなんでですね、ですのでえ、今回の法改正において、えー、と法務省があの大臣もですけどお、唯一挙げておられる内閣府のお性暴力に関する調査、あの令和2年度で、えー、申告までに5年間というようなですね、えー、と大臣答弁もありますけれども、その調査について、えー ちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、あのえー、配布資料の、えー、続きに、調査の概要をあえてちょっと紹介をしました。これ、もともと DV 防止法だったり、男女共同参画基本計画だったり、あのそういうものに基づいて、ですね統計法的な一般調査として、えー、行ってきているものなんですよね。ですから、性刑法の改正をどうすべきかということについてのお深掘りをした。 調査にではない、もともとがあの、その項目の中で、えー、内閣府にお尋ねをしますけれども、相談ができない、やっと相談ができても相当な期間がかかっているという実態、明らかだと思うんですが、いかがでしょうか内閣府大臣官房、畠山審議官。 内閣府におきまして令和2年度に実施した男女間における暴力に関する調査では無理やりに性交等をされた被害経験について調査をしており無理やりに性交等をされた被害経験があったと回答のあった142人について 複数回答家として被害の相談経験を尋ねているところいずれかの相談先に相談した方が52人どこにも誰にも相談しなかった方が85人となっております相談したと回答された52人につきまして複数回答家として相談までの期間について尋ねているところ3日以内が24件4日から1ヶ月未満が11件1ヶ月から1年未満が16件1年から5年未満が5件10年以上が5件となっております 比君あの時間が来たんで、申し訳ないんですけれども、大臣、あのこうした、ね、内閣府のです、ね、調査のこれまでの積み重ね、蓄積にしっかり、えー、お願いもして、ですねあの法務省自らで、えー、国民的な大規模な調査って、なかなか難しいと思うんですよ、だから関係省庁と連携してと大臣おっしゃってると思うんですよ。でその主要な相手はですね私今 あのご答弁された男女共同参画局だと思うんですよね、あの大臣からぜひお願いして、そういう調査をやりたいとおっしゃるべきだと思いますが、いかがですか斉藤法務大臣まああの先ほど、ご答弁申し上げたように、不足、ああ衆議院のえ審議の結果の不足におきましてですね。 えー、より実証的なあ検討となるよう、性的被害の深刻の困難さ等についての必要な調査を行うこと,と、定めておりますので、まあ、先ほどの答弁と重なりますけども、ご指摘の実態調査の方法や範囲などについて、関係府省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいというところをお深く理解していただきたいなと思います伊比宗平君。あのさらにに踏み込んであの速やかに 調査にを始めるべきだということを申し上げて今日は質問終わりますありがとうございました本日の質疑はこの程度にとどめこれにて散会いたします